皆さんどうも竹中雄大です。そしてゆうすけです。はい、ということですね。はい、今日はまあちょっとタイトルの通り、まあそんなちょっと楽しい感じの動画ではないですけれども、はい、まあでもそのすごい落ち込んでるとかいうわけでもないので、うん、まあちょっと普通に話していけたらなと、そうですね、思いますが、うん、まあそのこれ背景がね、ちょっと今、ちょっといい感じにしてるかわかんないですけど、はい、もう雪だらけなんですよ。ここはなんとですね、フィンランドはヘルシンキに来てると、はい、いうことでございますけれどもね、まあそのホテルの中から、お届けしていると、はい、そうですね、まあ、いうような状況でございます。ちょっと本題ですが、はい、まあ、人種差別に遭いましたということで、うん、まあ、どういう話やということなんですが、まあ、経緯を説明しますと、まずね、はい、ゆうすけは実はこれ知らないですよ。そうです、僕はその時、はい、一緒にいなかったので。そうなんですね、はい、まあ、出来事はこれスウェーデンの話なんですが、はい、まあ、ゆうすけはその時だけね、ライブが大阪であったんで、はい、まあ、4日ほど帰ってたんですね、日本にね、はいはい、でその間僕が、ゆうすけが帰って僕だけスウェーデンにいたんで、まあ、その間に起こった出来事なわけなんですが、はい、スウェーデンのストックホルムっていうところに、まあ、僕滞在してまして、まあ、3日間ぐらいかな、おったんですよ、うん、で、まあ、1人で行動している時もありましたし、うん、こっちで友達も別で一緒にいたりとかもしたので、まあ、友達とも一緒にご飯食べたりとかもしてたんですね。で、まあ、普通にご飯屋さんイタリアに予約しとったんで、うん、友達と3人で、ね、はい、ご飯食べて、でその前にそのバーみたいなところで、はい、先ちょっとお酒一杯引っ掛けてから飯行こうみたいな感じで、うん、ホットワインを飲んだんですね。でそれもすごい美味しくて、美味しそうですね、めっちゃええやん、響きだけでうまそうやわ。ホットワイン飲んで、気分で飯食ってと、うん、まあ、そこはでも最高の流れです。楽しいね、旅行ですよ。めちゃめちゃで、あのお店の人もなんか美味しいかとか聞いてくれて、美味しいよグーみたいなのいいねみたいな感じで、こうすごい楽しいね時間を送ってまして、うん、はいはいはい、で、まあ、無事ご飯食べ終わりましたと、うん、で、まあ、せっかくこうストックホルムの、夜ということなので、なんかこういろいろそのストックホルムの夜を見てみたいなと、うん、まあ、いうことでいろいろちょっと歩こうということで、はい、まあ、歩いたわけですよ。まあいろいろこうバーとかがあったりだとか、うん、クラブがあったりとか、うん、まあいろんなこう夜営業してる店とかがあって、いろいろとかあって、うん、あ、じゃあちょっといろいろどっかいいとこあったら入ってみようかなって歩いてたんですよ、はい、まず1個目にね、オペラハウスがあったんですね。おお、そう、オペラハウスがの中にクラブが営業してる。すごいな。そうだから、そのオペラハウスのクラブみたいな、めっちゃ気になるね。そうだからね、その普通のクラブやったらイメージつくけど、うん、そのオペラハウスのクラブっていうイメージが全然つかないから、すごい興味ですよね。そうそうそう、だからめっちゃ興味湧いて、うん、ここ入ってみたいなと、うんうん、じゃあ入ろうかっつって、まあ、入り口に結構人も並んでたよね、はい、そういう人が並んでたから、セキュリティみたいなスタッフの人に入らせてくださいってまず言ったんですね、うん、じゃあ今日は人がいっぱいだから入れることはできないと思います、うん、言われて、あ、人いっぱいなんかみたいな、あ、マジかとか。でも結構人並んでんのよ、うん、だ人いっぱいだったらみんな返してるはずや、うん、なのに人いっぱいから無理なんよみたいな、つって、え、でもこれ人結構並んでるけどみたいなっつったら、いや、もうでも今日はいっぱいだから無理なんで帰ってくれみたいな、え、おかしいなと思って、で、それで、え、これどうやったらその入れるんですかって、人その減ったら入れるんですかみたいな、はいはい、だ人帰ったら入れるわけよ。そうで、営業自体まだまだしてるわけやから、いつ頃人が減って入れるようになりますかっつったら、いや、もう今日はとりあえず入れないから、うん、もう帰ってくれの一点張りで、もうなんか納得いかんやん。だから、え、なんでなんですかって聞いたら、その今日はお前たちゲストリストみたいな出してないだろみたいな、で、そのここに入るには予約みたいなものをしないと入れないんだと言われて、うん、あ、予約しな入れないのか、それはしゃあないなってなるやん、うん、ちょっとね。で、話してた矢先ね、違うスタッフの人が隣とかでおって、あ、今日3人だけど入れるよみたいな、あ、いいよいいよ入ってみたいな、で、白人の人が今日入っていってんのよ、うん、そうで、並んでた人も続々と入っていってね、うん、で、それ話聞くと全然予約とかしなくて普通に一元でみんな来てる感じで、え、おかしいなってなる、うん、で、その後、黒人の人も一人だけおったんですよ、うん、で、黒人の人も入ろうって言ったら同じように止められてるんですよ。へー、だから、これ初めて、うわ、俺差別受けてるわと思って、うん、うわ、きっつーって思って、で、もう話しててもなんちゃあかんから、もうこれ完璧に差別やと思って、うん、まあさすがにそんななんかこう今の時代いろんな店でやってるわけはないなと思って、うん、まあここだけかなと思って、もう絵は違う店行こうと思って、同じ通りちょっと近くぐらいに普通にクラブがあったんですよ、はいはいはい、ストックホルムのクラブ、なんか結構なんていうのね、うん、結構なんか一つの観光スポットでもあるみたいな話も聞いてたんで、そうなんです。そうだから、まあちょっともう普通のクラブも一回覗いてみようかなっていうことで、まあ入ろうとしたんですね。じゃあまた同じく入れませんと、人がいっぱいです、同じ断られたんでね。で、人がいっぱいか、まあここも人いっぱい、そんでしかもその日休日やったんで、うん、めっちゃ確かに夜人めっちゃおったんよ外に。で、いろんな店にずっと行列ができてる状態だったんで、うん、まあ人いっぱいやったらしゃあないなって思ったら、また白人の人入っていってる。で、それも話こう入らせてくれてさ、もう無理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 言ってばり、そこはもう理由をね、あんま教えてくれなかったです、うん、うわ、やば、俺ら2連続で差別されたんだ、同じようなことですね、ってなって、もうめっちゃムカつくわと思って、もうクラブ諦めてバー行こうと言って、うん、バー行ったわけですね。
じゃあ普通のガラス張りでもう外から中見えるからね。そうそうそう、クラブとかは何も中は見えんかったんやけど、うん、そのもうガラス張りで外から全部オープンな感じで見えるバーやね、うんうん、で見てる感じ中結構混雑してて、いっぱい人がおって、でね、あのバーやけどね、すごい日本でねそういう経験したことないけど、バーで並ぶとか経験したことないないな。そう、今日はちょっといっぱいでごめんねとかはあったとしても、うん、バーの店の前に行列になるとかないでしょ、うん、結構ねスウェーデンはねどこのバーも行列になってるね。こんな感じでちょっと人並んでるんですよ。すごいね。そう、多いとこやったらもう 4,50 人とか並んでる。マジ？そう、バーで、バーでやろ。そうバーで、さすがにそれはちょっとやっぱ日本であんま見ない、ね、そう、日本で全然見ない光景なんですけど、うん、でまあ、そのバーにもめちゃめちゃ人が、まあ、クラブと同様ぐらい並んでて、うん、あバーもめっちゃ人気なんやなとかって思って、まあ、その聞いたら、まあ、人がいっぱい入らない。あ、まあ、確かにここはもう外から見ても人いっぱい入ってるし、まあ、ちょっと今すぐ入れへんなっていう状況はなんとなく分かったんですよ、うん、じゃあ何分後ぐらいに入れますかと、今日は分からないからもうとりあえず入れないから帰ってくれって。あマジか、まあでもいっぱいやしなと思ったら、お客さんの団体さんが10人ぐらいバーって出てきた。10人ぐらい出たから10人ぐらい入れるわけや、うん、だ入っていってるね。で次俺らの番やからそこちょっと待っとったよ、うん、じゃあまた数人お客さん出てきたよ、うん、よっしゃ入れると思ったら、出たから入れるよねっつって言っても入れません、もう今日は無理やから帰ってくれの一点張りで、その隣で白人の人入っていってんねん。そうだからお前らのことは嫌いだから差別 してるよとかそんなん言わんよ、うん、もちろんね。だけどもうあからさまら差別、もう絶対にあの人いっぱいがいれません。これの一点張りやばいしょ。でこれがなんとですね5件連続ありました。マジ、はい、もう話ならんわと思ってカジノ行きました、はい、カジノ行って、うん、あ負けましたおいおい全然ついてないやん、はいはい、結構何十万か負けて、いやもう本当にねついてない一日でした。今回まあ北欧ね、あのデンマークとスウェーデンのフィンランド、はい、まあ、行って、3つも行きましたけど、うん、ほんまにねマジでアジア人いないんですよ。まあね、全然見ないですね。デンマークはまあちょこちょこ行ったかな。ちょっと行ったかな。スウェーデンとフィンランドほんまに見かけないです。だからどこ行っても結構アジア人には見られるっていう感じやけど、うん、あいつ見られるぐらいは全然いいんやけど、うん、なんせそのがっつり差別を始めたって時、だからまあなんかその勉強になりましたわ、まあ、正直ねこういうことって絶対良くないと思うし、まあその日本来てさ俺別に外国人も差別とかもちろん選手したことないけど、うん、なんか結構やっぱそういう風習が残ってる場所っていうのもあるんやなと。だからまあちょっと今回はこういうことがあったんで、まあ、一つ勉強になったらと、うん、まあ、プラスぼったくられたタクシーも、あそうなん、タクシーもなんか荷物が多かったからタクシー乗ったんやけど、徒歩 4,5 分ぐらいの、まあ、ホテルまで、駅からホテルぐらいまでの距離を荷物多すぎたからタクシー乗って数百円で行けると思ったら8,000円取られて、えっ、そうで、これは俺がぼったくられたんじゃなくて俺が一緒におった人先輩がぼったくられたんですけど、もう降りた後にカード決済してうわぼったくられたと思ったらもう先行っちゃったから戦えなかったんやけど、8,000円数百円とかで、ホテルの人聞いたらもう10何倍は払ってますねみたいな。だからもちろんね全ての人が悪いわけじゃなくて、そうだ、ね、もちろんその行ったイタリアの店の人とかめっちゃ良かったし、うん、バーの人もねめちゃめちゃ愛想良かったし、うん、だからもちろんいい人はたくさんおんねんけど、うん、まあなんかそういう風習があるところもあったな、まあ、悲しい事実ではあります、ね、で結構ね共通してそれ俺が思ったのが、全部立ってたその店の前のスタッフのセキュリティとかが、まあ、大体見た感じ40代から50代ぐらい、うん、まあ、おっちゃんぐらいの人、だからまあそういう人とかが、そういうアジアンヘイトとかがまだ残ってる人が、まあ、もしかしたらいるのかなって、まあ、なので、まあ、皆さん、まあ、気をつけてくださいとかそういう動画じゃないですけど、まあ、こういうことがあったからまたこういうことが世界では実際ね、まあ、会うことがあるよと、うん、まあ、いうことをまあ伝えたかったぐらいの動画でございますよ、はい、だからまあちょっと初めての経験でびっくりしたなっていうぐらいの、うん、まあ、感じなので、まあ、そういうこともありますが、まあ、でもねいろんな国で今ロジャライブやってますけど、結構ねやっぱ音楽は世界、まあ、国境を越えるというか、やっぱりいい音楽はねすごいいいねっつって言ってくれて人も集まってくれるから、うん、まあ、まあ音楽はね改めていいなと思いました。そうですね、うん、だから、まあ、やっぱりこうちょっと真面目な話、まあ、ちょっとカッコつけるとかそういうわけじゃないけど、まあ、そういう差別とかもいろんなことがあったりしますけども、でも音楽を通じてねいろんな出会いも正直いろんなところであったりもしましたし、だからまあなんかこう音楽でもっともっとそういうものをなくしていきたいですよね。そうですね、うん、だから結局差別しとったような人とかでもいい音楽やったら近づいて見に来てくれることもあるかもしれないから、うんうん、もちろんね。だからまあちょっとこれから音楽頑張っていきたいなって、いや、ちょっとええ感じまとめてしまったけど、いやでもなんかほんまになんか音楽でいろいろつながれるものって絶対あると思うので、だからまあちょっとね今日は全然ボケれなくて面白いこと言えなかったですけどはい、なんか言っときます面白いこと、なんか言っときます
いや、この空気で言うやん。無理に言わなくていいですもんね、言わなくていいですけど。ねえ、まあ、なので、まあ、ちょっと今日はこんな感じの動画でございました。はい、まあ、皆さんもね、海外旅行に行く際は、まあ、そういうこともしかしたら、あんまないけど、17カ国行って、今回初めてそのことにあったんで、まあ、あんまないと思うけども、まあ、そういうことがあるかもしれないので、皆さんね、そういうのもちょっと念頭に入れながらね、楽しんでもらえたらと思います。はい、あとはやっぱりカジノを行く際はね、引き際大事にして、ね、まあ、そうですね、カジノはマジ引き際大事にしてこれはね、ちょっとやめますか、ね、あの韓国で勝ったけど、それ以上に負けました。そうですね、はい、ちょっとやばいですね、ちょっと厳しいんで、はい、やめます、はい、気づけてください。まあ、ということで、はい、今日はこの辺で終わろうかなと思います、はい、はい、今日はフィンランドということで、まあ、いろんなとこまた行くんで、皆さん動画引き続き楽しみにしといてくださいと。くださいと。はい、全然まとめてない、はい、ということで皆さん、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付け